はい、こんにちは。はい、伊達市の秘書広報課の佐藤と申します。今日もよろしくお願いいたします。今日の言いない伊達なんですけれども、こちら見ての通り柳川駅圏ということで、阿武隈急行の車両基地に来ております。今日ですね、見ての通り寒波が襲来してまして、伊達市非常に寒いです。ちょっと早く中に入りたいんですけれども、じゃあ今日は張り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。行ってみます。はい、車両基地の中にやってまいりました。今日はですね、阿武隈急行の方も、一緒にご同行していただきまして、中の方をご説明していただきたいと思ってます。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。阿武隈急行の丹治さんです。はい、丹治です。よろしくお願いいたします。今日はもう後ろに車両等々もあるんですけれども、はい、どのような作業をしているんでしょうか。はい、これがですね、今回ブルーライナーとして、長く活躍していただいた、はい、の9号車なんですけれども、こちらの廃車解体をやっているところになります。はい、ありがとうございます。ではですね、丹治さんと今日は一緒に中の方を詳しく見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では行ってみましょう。はい、丹治さん、ブルーライナーなんですけど、はい、何年くらい走行した車両になるんでしょうか。何年、本来もともと5年っていう予定だったと思うんですが、せっかくまあここまでいい出来だったので、廃車まで使い切ろうということで延長かけています。なので7年ぐらいですかね。はい、そうですね。やっぱりいろいろ伊達市にまつわる伊達に来るですとか、はい、桃の花ですとか、はい、ラッピングされてるので、はい、非常に私も綺麗だなと思いながらいつも生活してました。はい、ありがとうございます。この下は何をなくなってるんですか。はい、これが今回廃車解体のために、実はこの下と上バラして持っていくような形になるんですけれども、まあ、その際に下があるとその分高さが出てしまうので、まあ、あちら見てもらうと分かると思うんですけど、下の機器を全部落としているっていう作業をしています。中の方もいろいろ見てもいいですか。見える範囲で、はい、ただちょっとステッカー外してしまったのでちょっと乗れないんですけれども、まあ、これが実際に床下についてたものの残骸っていう形になるんですけれども、すごいもう、はい、座席がなかなか見れないですよね。座席がなくなってる、はい。丹治さん、今回すごく珍しい作業がこれからやるってお伺いしたんですけれども、ご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、これから廃車で搬出するんですけれども、このまま全部1秒っていう長さで出すことがちょっとできないので車両を半分に切ります。なので、これからですね、ここの上の部分を全部切ってしまう、半分に切ってしまうという作業を行います。すごいですね。すごいです。なかなか見れないですよ。本当に今日しか見れないというような作業になります、ね。はい、すごい楽しみです。じゃあもし動画が準備できましたら一緒にアップしますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では丹治さん、こちらの8100系の車両でして、大変ファンが多い車両と私聞いているんですけれども、はい、解体に至ってしまった理由とか教えていただければと思います。はい、適正な検査を行っているんですけれども、まず部品の入手ですね、こちらが、車両がかなり古くなっておりますので、部品の入手がまずできなくなってしまった、それによってですね、安全を保つことができなくなったというのが理由の一つになります。まだ同じ8100系の車両あるかと思うんですけれども、
同じ車両はあと何年間運用する予定なんでしょうか。はい、検査の期間中ということになりますので、あと2年間ですね、残る3編成が2年間、使用することになっております。はい、谷さん、今日はあの大変寒い中お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あの撮影者って亡くなってしまうということで大変悲しいんですけれども、この映像でしっかり残していきたいと思います。本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、飯内館柳川駅圏いかがだったでしょうか。あの車両基地ですとか本当は入れない場所だと思うんですけれども、その中に私も入ることができまして、すごく貴重な経験ができました。ありがとうございました。次回の飯内館も、皆さん乞うご期待ということでよろしくお願いいたします。バイバイ。